バレリー・ヒョードロビッチ・ブイコフスキーは、ソ連の宇宙飛行士。ボストーク5号、ソユーズ22号、ソユーズ31号と3度、宇宙飛行を行っている。また、ボストーク3号、ソユーズ37号のバックアップも務めた。1978年9月3日、ドイツ人初の宇宙飛行士、ジークムント・イェーンと帰還した時の写真。帰還カプセルは、 ソユーズ29号のもの、ロシア共和国モスクワ州、パブロフスキー・ポサドに生まれる。1955年、AF ・ミャスニコフ名称家賃、飛行士軍事航空学校を卒業し、モスクワ防空管区の戦闘機連隊に勤務。1960年、宇宙飛行士候補に選抜。ブイコフスキーは、1963年6月14日に、打ち上げられた。 ボストーク5号で単独で5日間宇宙飛行を行い、当時最長の宇宙滞在記録を作っている。後に滞在時間記録は塗り替えられたものの、いずれも複数であるため、単独での記録としては現在でも最長である。1976年9月15日、ソユーズ22号の船長として2度目の宇宙飛行を行った。1978年8月26日、 ソユーズ31号の船長として3度目の宇宙飛行を行う。ポストーク計画とソユーズ計画の両方で宇宙飛行を行った。飛行士は、ブイコフスキーの他には、パーベル・ポポビチだけである。宇宙飛行士として一戦から退いた後には、同盟国間での宇宙開発を促進するソ連、東欧宇宙連合に関わった。 1988年に引退し、ベルリンで3年間ソ連科学文化会館の館長を務めた。ソ連邦英雄。レーニン勲章3個、赤星勲章、労働赤旗勲章を受章。ベトナム社会主義共和国労働英雄、ブルガリア人民共和国社会主義労働英雄、ドイツ民主共和国英雄。カール・マルクス勲章、一等グリュンワルド十字章。 二等、インドネシア共和国星勲章を受賞。ソ連科学アカデミーのケイイツヨルコフスキー名称金、メダル、でラボメダル、結出した優秀さに対する金メダル、スウェーデン王立航空クラブの名誉賞状を受賞。カルーガ、ルジェフ、ブルガス、バルナ、セラズの名誉市民。ありがとうございます。